皆様、どうもこんにちは。私はティル・アーグストンと申します。本日は、21世紀における文明としての生き残り方について話させていただきたいと思います。よろしくお願いします。これまで、世界の国々の大半の経済は、企業が無限に成長できるという考え方に基づき、 働く人々に役割分担させながら利益を追い求め大量生産大量消費という資本主義の時代において急成長を果たしましたしかしこの利益を中心とした時代において人口の一部が物質的豊かさを手に入れた代償として環境汚染が進行し乱獲 乱罰、乱掘などのため自然との調和が乱れ人類はいつの間にか我々を育んでくれた地球の一番恐ろしい敵になってしまいました国連が発表した世界初の地球規模の報告書,報告書によると人間の活動のせいで生物種の絶滅は自然のままの1000倍以上の速度で進んでいるそうです。 地球温暖化のため足元の氷がどんどん薄くなった結果狩りができなくなり生き残るために自分の子供を食べてしまう北極熊グマの姿を見ると利益より生命を大事にする環境に負荷をかけない社会を形成することはいかに緊急な課題であるかひしひしと伝わってきますしかし動物だけでなく 人人ののライイフスタイルや意識も大きくく変化してて多くの人が不安に駆られていますグローバル化による社会的格差の拡大人口の偏在少子高齢化の進展などが見られ先進国では教育問題雇用不安やホームレスなどといった社会的課題への対応がなお一層に求められています。 少年犯罪、肥満、薬物乱用などといった社会病理のこのさまざまな症状を見て多くの人はお金を追いかける以外には自分の人生や仕事にあんまり意味がないと感じるようになったとしか思えません。利益を第一義とする社会活動に終止符を打つ時が来ました。私たちは 人間と環境を支援するためにデザインされた制度へと移行しなければなりません。しかし、そのためには思考の根本的な転換が必要であり、お金を基準としたものの考え方ではなく、社会に貢献するこの地球と自然の未来を何よりにも大事にする働き方、生き方が求められています。そそしてその中で 何のために働くのか何のために生きているのかどのようにしたら科学自然テクノロジーが私たち個人の成長とこの地球の繁栄の鍵になるのか一個人の人間としてではなく文明として考えなければなりませんさてこの切り替えを実現するためには一体どこから始めればいいでしょうか日本でも英国でもさまざまな NGO や NPO が献身的に活動していますが、これらの組織は国からのわずかな助成金だけでは限界があり、お金がなければ活動を継続することも、広げることもできません。このような袋工事から脱却するため、最近注目されているのはソーシャルビジネス、つまり社会的企業です。社会的企業というのは 社会的課題の解決をボランティアとしてではなくビジネスの形で取り組むことで必要な資金を自ら調達する新しい社会的活動ですソーシャルビジネスとしての株式会社は利順を最大化するのではなくその大部分を使命達成に振り向けます英国には6万2000社以上のソーシャルエンタープライズが存在し地域活性化 環境保保全教育訓練保険サービスなど多様など活動を行っていますロンドンで開発されたホームレスの社会復帰に貢献することを目指し日本でも販売されているビッグイシューという雑誌もその事例の一つですが例えば地域のコミュニティの住民たちの財政的安全に対応するため 貸出金利をたったの1%に設定しているクレジットユニオンや西アメリカの農家の生活改善に貢献,ことを目指す貢献することを目指すディワインチョコレートという会社もしばしば取り上げられています英国でのソーシャルエンタープライズに対する関心の高まりを反映して近年日本でもソーシャルビジネスが全国的に広がっています 病児保育を手がけ、仕事と子育ての両立にチャレンジする親をサポートするフローレンスという会社の名前は、多分皆様お聞きになったことがあるでしょう。また、東日本大震災を契機に、被災地の経済の復興と、新たな地域産業の構築、または雇用創出が求められており、さまざまなソーシャルビジネスが活動を始めました。 例えば水を使わないバイオトイレの製造ノウハウを被災地の事業者に移転した日本グラウンドワーク協会も社会起業家のパイオニアの一つです。社会性と事業性を両立させようとする試みはいろいろあるといっても経済産業省によると日本におけるソーシャルビジネスの数は 英国の6万2000社に対して8000団体しかなくその市場は英国の市場の24分の1しかありませんまた雇用規模は英国の80万人に対し日本はわずか約3万2000人にしか達成していませんしたがって日英両国間で社会的企業の ビジネスモデルに関する情報交換や人材交流の機会をもっと提供し合って日本においても社会的企業の活動を促す仕組みを作る必要があります社会企業家の育成社会的企業のデータベースの構築またはソーシャルビジネスの普及を両国が力を合わせて もっと大きなスケールで促進する必要があります。英国の長年の経験と日本の文化に深く根付いている共同生活や助け合いの伝統に基づいた知恵を組み合わせれば、この2か国がより良い世界につなげる架け橋の役割を果たすことができると信じます。人類のこれからの課題は、 人は最初から持っていたが、ここ200年の間に忘れてしまったものを新たに見いださなければなりません。それは何かというと、私たちの絆です。人との絆、コミュニティ,コミュニティとの絆、すべての生き物との絆です。これからは世界中の企業の課題は、人と人、 人と町、人と環境をつなぐ、社会と環境保護に貢献するための使命を持たなければなりません。今こそ、お互いのために頑張って、与えればより多く受け取ることを信じて、互恵の世界の基礎を作りましょう。やればできます。ご清聴どうもありがとうございました。